心が曇る。雲先生って私のこと。最近あんまりないね。パッと浮かばないの。正直言って。いつも晴れてるね。本当の。今浮かばないわ。ね、これ別にカッコつけて言ってね、私の近くにいる人間、この中にもいっぱいいるから。ずっと過去を私遡ってみると、ちょっと変わったところがあったもんね。わざと難しいところ、わざと苦しいところ、わざと苦手な相手だと。そういうところに向かっていきましたね。だから絶対嫌で会社辞めるとか、喧嘩して辞めるってことはなかった。その時こそいる。まず、だから苦しいのは大好きだった。辛いのも大好きだった。なぜならば、もう、それを乗り越えたときに自分が変化してるのが分かる。最も難しい、最も高いハードルを飛び越えたら、あとはそれ以下のハードル全部飛び越えれるじゃん。だから大好きだって。だから、今、医者でもないのにこんな心のことを扱って、つかみどころない心、うつ病だとか、いろんな人を相手にして。結構喜んでやってたな。だってもう、シンガだけでやるって。これは、ものすごく、誰もやってないところをやったとしたら、最も難しいことじゃないですか。でも、それが大好きなんだ。だから、もうこれ以上の転職はないと思ってやってる。毎日毎日ご機嫌です。毎日毎日幸せです。だから、例えば倒れて体がこう半身麻痺になっても、これは全部私は実験材料となって、多くの人の役に立つために、実験室だと思って、自分の体を。だからもう実験室はこれいろいろ、その、いいことだよ。あ、人はこういう風になった時、こういう、ね、辛い思いするんだ、苦しい思いするんだ。そしたら人の気持ちも分かってあげれるな。まあそういうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今ちょっと自分で気づいたら、そういえばないなって。いや、本当正直言うつもりで言いましたよ。私だって落ち込むんですよ、とかね。多分言ったとしょ、そう思ったら。あんまりないですね。